聖王、ダビドの遺コ詩編五十一、または詩編五十一、第五十聖英は、ユダヤ教聖書の詩編五十一番目で、神の目に罪を犯してしまった時に、神に許しを請う時に使う。新共同約聖書では、神よ、私を憐れんでくださいで、神会約聖書では、神よ、お恵みによって、私に情けをかけ、で、聖英行では、神よ、 何時の大なる哀れみによりて、我を哀れみ、で始まる。ダビドが、ウリアの妻であったビルサビアと貫通した後、夫ウリアを死なせることで奪って、妻としたことを、預言者、ナファンに叱責された際に歌った、異択異の、聖鋭と伝えられるもの。経緯は、列王記第2巻11章3節から12章25節に、書かれている。詩は十一節よりなっている。 聖教会において、いた機密、朝の死疑灯、両性やず備え規定の番頭、番道化、草化、第三次化など、使用される場面は多岐にわたり、頻繁に用いられる。専属式との関連で、第五十聖英中の、磯部をもって、我に、坂げ、させば我潔くならん、我を清むえ、させば我が雪より白くならんの節が引用されて、説明されることもある。 50の番号付けは、聖教会で使用する聖英によるもの、聖英行などでは、第50聖英と関数字表記される。日本聖書教会訳の詩編では、第51編に相当する。この数字の違いは、聖教会の聖英はギリシャ語の70人に訳聖書を提本にしている一方で、日本聖書教会訳の詩編が、ヘブライ語聖書を提本にしていることに由来する。 72に薬聖書と、マソラ本文とでは区切り方が違うことから、日本聖教会役の聖英と日本聖書教会役の紙片とでは、日本語の訳文のみならず、区切り方、数え方といった構成も異なっている。ありがとうございます。